はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、もう見えてますね。はい、こちらワンパンマンから戦慄の竜巻。はい、こちらをねご紹介していきたいと思います。はい、いや、この大きさのフィギュアは竜巻はそうそうないよね。うん、これはプライズ品ですね。はい、グランジスタ並みの大きさなのかな。で、エスプレストポイント、はい、もうマークがね、なんかこうパラメーターみたいなのがねピッピッて伸びてますけどね。はい、これが E みたいな、E で、意味はね、陰影、はい、体のラインを強調したフィギュアシリーズということでしょうね。はい、ということでね、今回はこちらをね開封して見ていきたいと思います。では早速袋の状態見ていきましょう。はい、箱から出すとこういう感じで入ってました。はい、これはもしかしたらワンパーツなのかな。うん、分割されてないかもしれん。はい、箱から出しましたが、やはりね本体は分割されていませんね。はい、台座と本体、この2つの構成です。では早速ね袋から出して見ちゃいましょう。はい、袋から出しました。では本体を先に見ていきましょう。こちら、いや、これはね出来いいですよ。はい、プライズっていうことを考えるとね、本当に出来がいいと思いますね。こういうね、まず服のねこうグラデーションがかってるのもいいしね、艶消しですね。うん、そんな安っぽくもない。うん、やっぱこうね、うん、紫と黒、こういう感じで、うん、陰影がやっぱちゃんと入ってますね。うん、タイトル通り陰影とラインですね。要はこのボディラインっていうんですかね。うん、素晴らしい。で、顔。顔もね、ほんと竜巻らしいね。なんか強気な女って感じの顔つき。この髪の毛のね、この跳ね具合もすっごいよく再現されてる。一本一本ね、こう巻いてる感じ。すごいこれ。再現力結構高いですね。で、このね、服のこのひらひらしてるこの感じ、うねりっていうのかな。めちゃくちゃこれよくできてるね。いや、これはいい。なんか触った感じね、ほんと乾燥わかめみたいな感じ。乾燥わかめみたいな感じですね、これね。はい、で、この足の細いのもね、はい、いいですね。で、ヒールね、うん、ヒールもちゃんと再現されてます。何するの？ここ微妙に見えないんですね。微妙なも何もこれ見えないようにしてますね。はい、うん、まあそこら辺はね、うん、YouTube 的にもアウトになっちゃうのはいいんですけれども、はい、まあ、自分もねそこまでは求めてないですけれど、ただね、うん、あの気になったのはこの顔なんですけれども、パケシャと全然違う気がするんですよ。パケシャがこっちですね。なんか違くないですか。なんか違うよね。パケシャの方は眉毛が見えてるのに、実物は眉毛が隠れてるんですよね。つまり前髪がかぶっている。
なんかそれによってなんか表情も変わっちゃってんのかな。なんだろう、髪の毛これで合ってんのかね。個体差な、個体差じゃないよな。まあ漫画のね、あの竜巻って言ったらもうこっちの方が、似てますけど、まあ、こっちもね、全然悪くないし、よくできてるんですけれども、こっちをねイメージしてやっぱり、見ちゃうからちょっと違うなぁとは思ったんですけれども、これはこれでよくできてるんでありです。若干ね、ここ前髪をね、こうペロッペロッってめくるとちゃんと眉毛が見えるんですけれども、多分これ仕様だな。ほんとこれはよくできている。で、台座がね結構厚めの、台座になってます。これを取り付けましょう。はい、がっしりと、もう一本足ですね。一本足で立っている感じ。でもフィギュア自体はね、ほんとすごい軽いんで、これはへたれることはないと思いますね。はい、こういう感じ。いや、これはいいね。竜巻好きにはたまんないんじゃないですかね。ちなみに私はね、ワンパンマンで教えなのは、もちろん埼玉です。主人公の埼玉が一番好きですね。女性キャラで一番好きなのはね、この竜巻の妹の吹雪ですね。吹雪が好きなんですよ、私。こっちがお姉ちゃんなんですけど、お姉ちゃんの方が背低いんですよ。背ちっちゃくて。で、妹の吹雪がね、すっごいグラマーなバディしてるんですよね。自分はそっちの吹雪の方が好きなんですけれども、これね、もう次のやつが決まってて、次が吹雪なんですよ。はい、つまり姉妹で出るっていうことですね、このシリーズね。で、次の吹雪もぜひ手に入れてね、一緒に飾りたいと思います。まあ、引き続きね、ワンパンマン系もね、なんか良さそうなフィギュアがあったら買って紹介しますんでね、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録を。見ていただけましたらぜひ高評価、コメントよろしくお願いします。ではね、最後は回転台座にてお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。